藤枝ため池は、青森県五所川原市金木町足の大技松の木に、あるため池である。2010年3月25日に、農林水産省のため池百選に選定された。元禄年間1688年から1704年、広崎藩主、津軽信政により、北津軽の神殿開墾の灌溉用水源として、築造された。藤枝ため池は大沢内ため池と共に、 足の地将郡県立自然公園に指定されている。湖畔には足の公園が整備されており、2、300本の桜が咲き、日本桜名所100選に指定されている。池には、吊り橋や水位によって上下する足の夢の浮き橋が横断し、オートキャンプ場等も整備されている。陶器にはかも、岩東の渡り鳥の越冬地となる。1952年11月。 杉原翔介は小規模な敷屈を行い、歴層から人為的な加工跡を思わせる資料を、最終、日本石器文化の段階という論文を発表し、この資料をもとに、藤枝文化として、日本最古の段階に位置づけた。翌1953年6月、明治大学考古学教研究室主催、日本学術会議第4期小委員会講演で、本格的発掘調査を行われた。 サレキ層中から多量の出土品を発掘、1954年4月に講演会用紙、青森県金ナギサレキ層出土の偽石器が発表され、出土品は日本最古級の石器ではなく自然破砕歴という結果を発表した。その後の2013年9月に松藤和人等が初歩的な地質、地形調査でサレキ層の再開から未知の手札を見つけた。 分析の結果は3から4万年前のものと推定された。この年代では日本列島に人類が生息していて、偽石器と明瞭な人工品との比較検討を行い、両者の差異を明らかにする研究が今後大事である。このような問題意識に立った地形、地質調査が2014年度に上峰敦志らによって実施された。1950年代の学史の詳細な 検討結果とともに、藤枝ため池周辺のどのような特徴が、偽石器問題の呼び水となったのかが丁寧に後付けられた。主な根拠は、加工技術に精一性がない、機形に精一性が認められない、打流が認められる白片が3点のみで打角が、様々で打面ができていない、細部加工のようなものが少数見分けられるが、薄離部位の方向が規則性がない。ありがとうございます。